タッポを使ってかき氷を作って飾りましょう。まず器になる紙を切ります。それをクリアホルダーに挟んでステンシルの枠を作ります。油性のマジックで切り取りたいところに線を描きます。切り取る部分には斜め線を入れておきましょう。クリアフォルダーを大きめに切ったら、斜め線を入れた部分を切り取っていきます。最初に切り目を入れたところにはセロテープを貼っておきましょう。次にタンポを用意します。タンポの詳しい作り方や使い方の動画がありますので、そちらをご覧ください。網目が出ることを確かめて、型紙を置いて押していきます。細かく叩く方法や、強くギュッと押し付ける方法があります。後で分かったのですが、氷になる部分を貼ってからタンポを押す方がずれません。その氷になる部分を作りましょう。器の紙を当てたら氷の大体の形を描きます。氷の凹凸が出るようにこれを手でちぎっていきます。2枚重ねでちぎっていますが、難しい場合は1枚ずつでちぎってください。これを器の大きさに合わせて糊で貼ります。氷が出来上がりました。これにタンポでいちごのシロップをかけます。上の方は濃く、下になるにつれて薄く押してください。次に型紙を置いて下の方だけシロップが溜まっている様子を押します。これでいちごのかき氷の出来上がりです。こちらはメロンかき氷。色を変えるときには濁らないように型紙についた絵の具を拭き取ってからタンポを押してください。これでメロンかき氷といちごかき氷が出来上がりました。次はスプーンです。
厚紙にスプーンの形を描きます。これを切り取って アルミホイルでくるみます。こちら側が裏になります。ぴったりとくるんだら、これでスプーンの出来上がり。メロン、レモン、いちご、ブルーハワイのかき氷ができました。ひまわりと一緒に吊るす飾りにしてみましょう。紙テープの先に洗濯バサミなどを挟んで重りにすると、まっすぐ垂らすことができます。そこに押しピンを留めます。紙テープの上にかき氷やスプーンをバランスよく貼っていきます。スプーンは糊で貼ることができませんので、セロテープを輪にして貼り付けてください。吊るす飾りは窓辺に飾るとより涼しい感じになると思います。